今ちょっと中井駅、西武線の中井駅降りて、で逆かな、もしかしたらあっち行かなきゃいけないのね。そうですね、あっち逆側ですね。中井駅降りて、今日どうしても前回行ったフランス料理屋さん、あの辺からね、ちょっともう一回行きたいなと思って、今そっちへ向かって歩いていきます。まだね、通勤通学の時間帯なんで、すごい人たくさんいますね。ちょうどこれ駅前ですね。踏切長そうだな、すごい。すぐ渡れるかな。開きましたね。意外と早かった。昼間何回かこの辺は、来たことあるんですけどもね、なんか様子が全然違うのよくわかんないですね。そう、こういうね路地があって全く並んでるんですけれども、多分ねこれちょっと歩いていって突き当たりを左かな、左側があって、もう少し北上していけば、その目的のフランス料理屋さんと置いてるこの辺で行ってみます。時間帯が違うんでね、だいぶ雰囲気は違うんでしょうけど、そうですね。まあいい感じで日が当たってますね。こう雰囲気がいいですよね、この場所の雰囲気。そうそう、ここなんですよ。店の名前何ですかっけな。そう、エシャロットさん。エシャロットさんね、エシャロットさんのね、ここの雰囲気がすごくいいですよね。やっぱりね、前回とは日の当たり方が違うんですけど、この場所はあればいいのかな。こういうところはね、天候とか日の当たり方関係なく、やっぱりね、文句なくいいんですよ。ものすごいいいじゃん。最高だ。いや、またお気に入りの場所は見つかりましたね。間違いねえな、これ。何枚でも撮ってくる。で、またエシャロットさんの前まで戻ってきたんですけど、こういうところって、その人によるんでしょうけど、私の場合はこの辺の雰囲気がすごく自分の感性に合ってるのかな。全体的にはですけどね、そういうところはね、とことんね、いろんなところから見てみて、どこが一番ベストなのか、それをね、じっくりね、探っていった方がいいと思うんですよ。こんな感じですよね。ここから見ても、まあ、すごくいい感じですし、前回はね、こっちから見たのかな。前回撮ったのはこっから撮ったんです。今はねもう完全に、日が入っちゃうんであんまり良くはないんですけれども、前回日がもう少し上がってるとかのここから最高に良かったんですよね。で今日はねこっちからと
ちからか、こっちから撮ったのかな、もう少し広めかな、撮ったんですけどね、全体的に雰囲気がいい、全体的にね、この雰囲気がいいとこっていうのはね、ほんとぐるぐる回ってどこが一番ベストなのか、サークルでもね、時間を惜しまずね、そういうことをすることによってね、時間を惜しまずすることによっていい写真撮れるんですよ。ほんと通路の時間帯でめちゃめちゃ歩いてますね。今日はね、まあ私的には、ここが一番いいかな、ここが今日はベストですかね、今の時間帯だと。そろそろエシャロスさんとさようならして、もう少し、西の方に行ってみます。エシャロットさん、エシャロットさん何回言ったかな、めちゃめちゃ宣伝してるよ。これあれか、もしかして有名になったらなんかただで何か食べさせてもらえるかもしれないね。ここバス通りってすげえ危なくないみたいな。危ないよね。いい感じですね。今日はね、なんかね、調子がいいような気がするんですよね。だいたいね、歩いてて分かるんですよ、ね、歩いてスピードでゆっくりね、これ本当意識してないんですけども、ゆっくりね、歩いてる時ってね、割と調子がいいんですよね。で、なんか気がついたらなんかちょっとせかせか歩いてるなっていう時ほどいい写真ってあんま撮れないんで、そう考えると今日はもしかしたら、いいかもしれないですね。これどうしようかな。これはやっぱ右だよね。右行ってみましょうか。右に行ったことない。どこに出るのかちょっとわかんないですけど。なんか、ちょっとした商店街になってるのかな、というか昔商店街だったのかな。
司屋さん。駅に入ってますよ。なんか人がいるなと思って、ミニオンに行ったらあったんですが、どこかにあるのかな。もうその頃はもう5年ぐらい前かな、あの、行くなったかな、この辺の商店街は変わんないですね。沼袋氷川神社下がりだけど、じゃあそこへお参り行こうかな。これは立派な神社ですね。お参りしておきましょう。しっかりお願いしたんで、今日もいい写真撮れるでしょう。さて、どっち行きますか。いやー、ここいいですね。